中村寺。中村寺は、岩手県西岩井郡平泉町にある、天台州東北大本山の寺院。欧州33観音番街札所。3号は、観山。本尊は、釈如来。次元では、縁人の解散とされる。実質的な会期は、藤原清平。欧州藤原氏三代ゆかりの寺として著名であり、平安時代の美術、工芸、 建築の域を集めた金色堂をはじめ多くの文化財を有する。境内は中村寺境内として国の特別史跡に指定されている。2011年平成23年6月26日、平泉、仏国土、浄土を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群の構成資産の一つとして世界遺産登録された。平泉も辻。 松島随岩寺、山形離釈寺と共に、四次回廊という巡礼コースを構成している。次年によると、下唱三年、八百五十年、縁人、自覚大師が、関山広次第順院を改装したのが、始まりとされ、その後、上岸元年、八百五十九年に、聖和天皇から、中尊寺の額を賜ったという。しかし、縁人解散のことは、確かな資料や、 発掘調査の結果からは裏付けられず、実質的には十二世紀初頭、欧州藤原氏の初代、藤原清平が、釈迦如来と、多方如来を安置する、多方寺を建立したのが、中尊寺の創建とみられる。欧州藤原氏の初代、藤原清平は、前九年の役のさなかの天行四年、千五十六年に生まれた。清平の家系は、 藤原秀里の流れを組むという。清平が7歳の時、彼の父、藤原常清は、安倍氏に味方した門で残殺された。清平の母は、安倍氏ので出会ったが、夫常清が殺害された後、安倍氏とは敵対関係にあった清原家の清原、武貞と再婚。清平は、清原武貞の養子として、清原清平を名乗ることになる。つまり、清平は、 前九年の役で滅亡した安倍氏の血を引くとともに、後三年の役で滅びた清原家の養子でもあった。清平の兄弟には兄、信仰、清原武貞と繊細の子と弟、家平、清平の母と清原武貞の間に生まれた子がいた。真皇は弟の清平、家平とは対立していた。真皇の死後、彼が支配していた。 欧州の奥六軍は、清平と伊布帝、家平に三軍ずつ与えられたが、これが元となって、今度は、清平と家平の間に争いが生じた。清平は、源義家の助力を得て、戦いに勝利し、清原氏は滅亡した。この一連の内紛を、五三年の役と称する。この合戦の最中、清平は館に火を放たれ、妻と子を失っている。 その後、清平は、現在の岩手県に、ほぼ相当する、欧州屋六軍を支配下に収め、父の姓である、藤原を名乗って、藤原清平と称するようになる。清平は、漢字三年、千八九年には、道の区王領氏に任命され、下方四年、千九十四年頃には館を、江差軍豊田館豊田の立ち、欧州市から、中村寺のある平泉に移している。 このように、藤原清平の前半生は、兄弟、親族が、相争うもので、多くの近親者の死を目の当たりにしてきた。壮年以降の清平が、平泉の地に、都の大寺院にも劣らぬ、仏道を増流したのは、その莫大な経済力の背景があったこととともに、戦いに明け暮れた前半生を変えるみ、戦没者の追善とともに、造事造物、社教の苦毒により、 事故の極楽王城を願ってのことであったと推測されていい。清平が平泉にて中尊寺の中高、事実上の創建に着手したのは、長寺2年、1105年、50歳の時であった。この時建てられた道具は、最書院、または多宝寺と称され、法華行、未法盗品に登場する多宝如来と釈迦如来を本尊とするものであったが、 その建築形式等の詳細は不明である。現存する金色堂の上等は、胸義名から天地元年、1124年と判明する。この堂は清平が自身の平等として建立したもので、内部の趣味団内には、清平とこの本平、孫の秀平の三代の遺体、三浦が安置されている。平泉では、欧州藤原市四代、清平、 元平、秀平、康平約100年にわたって、王朝風の華やかな文化が栄え、毛辻、毛辻、元平根流、三、自在王院、元平夫人根流、無良公院、秀平根流などの寺院が根流されたが、当時の面影をとどめるのは中村寺根敷堂、毛辻庭園と、根氏金銀あざ行などのわずか遺品のみである。中尊寺に関わる。 重要資料の一つに、中村寺落慶供養願文と称されるものがある。これは、藤原清平が、天治三年、1126年3月24日付で、鎮五国家のために、大仮覧一句を、混流供養する趣旨と、その仮覧の概要等を記したものである。なお、願文の原本は伝わらず、現存するものは、延元,元元年、1336年頃の北畑。 秋家筆と下略四年1329年の藤原タスク法筆の写本である。かつての通説では、この岩門が中尊寺一山の落景供養を表すものと解釈されていた。しかし、この岩門の本文中には中尊寺という字号が使われていないこと、岩門中に列挙されている三増面平田武器道などの建物跡が、 現在の中村寺境内に見当たらないこと、岩門中に出てくる建物、橋、池などはむしろ同じ平泉にある、盲辻の旧伽藍とよく一致するとなどから、この岩門は、盲辻の根流供養に関わるものとする説が中川茂雄によって提唱され、複数の研究者によって支持されている。また、この文書は、天智3年3月24日付であるが、 天治三年は1月22日に改元して大事となっていることから、この願文は改元以前に作られた案文であると推定されている。中尊寺の事号については、天治三年、1126年の共造文書が書出とも言うが、この文書自体に疑義が持たれている。そのため、確実な資料としては、過人、採業が、工事年間、 1142年から1144年、この地を訪れて読んだ歌の言葉書き、日本参加集書集に、中村と、猿書ウンルンとあるのが書出だとされている。中村は、欧州の中心に位置するの意と、解釈されている。中村寺漢字を務めた、田田厚隆は、中村とは、北ッ行、ジョボンにある、人中村に由来するとした。 しかし、人中の御事という意味の語から、人字を省いたのでは意味をなさないとして、これに反対する見解もある。文治五年、1189年、欧州藤原氏は滅亡するが、中尊寺は、賭法王御万の寺とされ、源頼朝の庇護を得て存続した。あずまかがみに、当時の中尊寺から頼朝に提出された、自刀以下注文。 自由意義の注文という文書が引用されている。これは、時の権力者に提出する文書として、当時残っていた道具を書き出し報告したもので、当時の仮覧の実態に関わる資料として、信頼のおるものとされている。これによれば、当時の中村寺には、金色堂の他に、釈迦如来、多方如来を安置した、多方寺、釈迦如来百体を安置した、釈迦堂。 領海万奈良の諸仏の木造を安置した、領海堂高さ三条の阿弥陀仏と上六の九体阿弥陀仏を安置した、二階王道、大長寿院などがあったという、上元四年、1210年5月、頼朝が藤原本平の時の通り柄等を交流するよう、沙汰を残していたにもかかわらず荒廃していると、中村寺の僧侶から幕府に申し出があり、 大江広元が武行となり元のように年貢を送るよう、治療の児童に命令を下した。中村寺には、県武四年、1337年に、大きな火災があり、金色堂を残して、ほぼ全焼してしまった。江戸時代には、仙台半領内となり、伊達氏の庇護を受けて、道雨の補修、混流が行われた。上皇三年、百五十四年からは、仙台、 戦闘員が別当時となった。漢文五年、1665年には、江戸、関英寺の末寺となった。しかし、元禄二年、1689年に、奥の細道の旅をしていた、松尾芭蕉が、中村寺の後輩ぶりを見て嘆いたのはよく知られる。1909年、明治42年に本堂が再建。1950年、 昭和25年に金色堂趣味団に800年もの間安置されていた藤原4代の遺体に対する学術調査が実施された。この結果、中央団に清平、右段、向かって左に2代、元平、左段、向かって右に3代、秀平の遺体が安置され、右段にはさらに4代、安平の子宮が収め置けされていることが判明した。 1958年、昭和33年には、天台宗東北大本山の称号を許され、天台宗総本山延暦寺より不滅の宝塔を文化固示される。1962年、昭和37年により金色堂の解体修理が行われ、6年後の1968年、昭和43年に創建当時の輝きを戻すことになる。現在は、 安平の死休桶から発見された種子から発芽し、1998年、平成10年に開花した、蓮の花が、中村寺発として境内に植えられている。花弁が、現在のものより少し細く、薄いのが特徴。陸海道、国道4号から月見坂と呼ばれる山道を登った、丘陵上に書道が点在する。山内には中尊寺本坊のほか17カインのシーンが、 ある、大徳院、地蔵院、瑠璃公院、岩上樹院、混合院、石禅院、薬上院、真珠院、宝禅院,院,院、大長寿院、金色院、釈尊院、観音院、上樹院、理商院、遠行院、遠上院。金色院所有、大長寿院所有、地蔵院所有、用語説明、中村寺ほか17コイン所有。 中村寺所有、金色院所有、大長寿院所有、金色院、大長寿院共有、観音院所有、瑠璃公院所有、金剛院所有、岩上寺院所有、炎上院所有、地蔵院所有、釈尊院所有、白山神社所有、天居、2000年、平成12年までに、指定の国宝、重要文化財の名称は、国宝、 重要文化財大前別館所有者別総合目録名称創作員統計資料毎日新聞社2000による楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。